黒猫アマズライトチョッピーせーの黒猫チャンネル、イエーイ。これあ、いるけどめっちゃちっちゃい。どうしたこれ。はい、どうもこんにちは、黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。だいぶ暑くなってきたっすね。うん、暑くなってきたんで、この部屋もクーラーをつけっぱなしにしているとこですね。設定温度は24度に設定してます。24度自動弱かな。うん。で、なんでこの温度なんだっていうと、この温度にしているとこの部屋はちょうど21度から22度で安定するんですよね。なかなかね、エアコンの設定難しいです。さて、今日はね、この子たちの餌交換をしていきたいなと思います。では登場していただきましょう。せーのー、はいはい。この子たちはブルマイスターツヤクワガタの幼虫たちです。結構ね、長いこと引っ張ってます。うん、あんまりね、大きくならなかったんで、もう少し大きくなってから餌交換した方がダメージ少ないかなと思ってね、待っておりました。この子たちのね、餌交換をします。餌交換なんですけど、実はね、二つのね、マットで餌交換していきたいと思うんですよ。一つが、これ、月山きのこ園さんの黒土マット。このマットがね、ブルマイにはいいっていうね、お話をね、ツイッターの方でね、フォロワーさんにいただいたんでね、試してみたいなと。で、もう一個はこれ、いつものね、DOS の完全発酵マットです。うん。この二つでね、検証していきたいなと思います。まあ、違いが出るのかどうか、その辺ですね。それでは今日も頑張っていきたいと思います。お前ら待たせたな。今から餌交換だぜ。うおー、これが黒土マットね。まずは餌交換のためにね、蓋開けましょう、蓋を。うぅ、開いた。これだけ数があるとね、蓋開けるだけでね、だいぶ時間かかっちゃった。うん。よし。次はね、ブルマイは行動を作るんでね、穴をね、開けていきたいなと思います。おう！はいはい、これ一気にやっていきたいなと思います。これもんでね、これもんでいきますよ。よし、開いたスプーンがね、見当たらないんですよね。どこ置いたんだろう。しょうがないから、ちっちゃいスプーンでね、行きたいなと思います。うん。元気かな？あ、結構大きくなってます。お、でかい。三例かな？はい。よし。じゃあ、新しいマット入れていきます。うん。こんな感じでね、とりあえずはどんどん入れていきましょう。思ったよりでかいな。ちょっとコードを広げないと入らねえや。うわ、蓋みたいに入ってた。ね、ちょっと広げます。ね。予想外に大きくなってるんで、ちょっと広めの行動で入っていただきましょう。はい、どうぞ。コロリン。お、いい感じ。はいはい、行動の方広げました。残りの子たちもね、入れていきたいなと思います。こんな感じですね。では、行きましょう。
順当に10匹いったんですけど、これ、あ、いるけど、めっちゃちっちゃい。どうしたこれ？え？はあ、あんまり育ってないっすね。うん。まあまあでもまあ一応生きてますんで、入れていきたいなと思います。ここですね。ここに入っていただきましょう。ああ、ちょっと行動大きかったかな。うん。あら、これはいないかな。また怪しいのが。お願い、生きてて。あ、これはダメだ。うわー、ダメだ。ダメです。一匹、あー、欲しいなってましたね。まあ、しょうがないですね。でも、確率的にはね、結構、低い確率ですね。欲しいなってるの。よし。あとはね、こうやってちょっとこう、周りの、マットをかけて穴埋めちゃう感じです。軽くね。ではやっていきましょう。よし。そしてね、蓋をすると。これも早送りだな。数が多いと結構大変ですね。やばい、カエルが鳴きそう。これは DOS のマットですね。完全発光マット。こっちの方にね、幼虫8頭入れていきたいなと思います。そして次は穴開けですね。なんかすごい慣れてきたね。ほんと機械のようにね、餌交換やってます。よし、ではね、残りの子たちを入れていきます。ん？あれ？これはいないかもしれない。いきなりですか。いきなり育ってないやつか。マジ？あららららら、ら、いないっすね。これはね、育ってないです。あー、悔しいですね。二頭目かな、育ってないの。一個ボトルがね、無駄になっちゃいましたね。この子はどうだ？お、でかい。はい。プリップリに育ってますよ、これ。ね。うわ、でかい。元気に育っております。ふはは。スプーンでっかいのどこ行ったんだろう。ほんと使いにくい。はい、これでね、入れていきます。よいしょ。あー、マジ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 。うーわ、これもなんか死んじゃってます。ダメだ。あー、マジかー。3頭目ですね。
途中までうまくいってたみたいなんですけど、あれかな、カレーを失敗した感じかもしれないですね。うん。はい、うまくいってない感じですけど、行きましょう。うわ、これはプリ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 。うわ、この子はすごいわ。ね。あら、これもいない。いや、マジか。最初すごく調子良かったんですけどね。いないですね。あらららららら。はい、残念ながらね、お亡くなりです。いい、しょうがないですね、これは。ねえ。これ最後の一頭なんですけど、どうでしょう。うわ、これもか。いや、これもか。あらら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 ら。ダメですね。いや、ダメだ。はい、残念です。いやー、そう、DOS のマットね、4匹で交換終わっちゃいましたよ。マジか。結果的にね、DOS のマットの方に入れたのは結局4頭になっちゃいました。まあ、最初すごく調子良かったんですけど、最後ちょっと、ね、なんかこれでもかっていうぐらいね、半分ぐらいお星様になってましたね。ちょうど半分、最後星になってた。うん。まあ、これがね、厳しいところなのかなと思いますけどね。はい。はい、お疲れ様です。ということで、ブルマイ餌交換終わったんですけど、そうですね、思ったよりは、ちょっと数が減った感じ。でもまあ、手元には30匹以上残してますので、これでね、どれぐらい成虫できるか、やってみたいなと思います。こちらが DOS に入れた幼虫たち。そしてこちらが黒土マットに入れた子たちです。この子たちの成長にもね、また注目してください。では今日はこれでお別れです。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。